野菜の皮やヘタを余分に切って捨ててしまったり、料理を作りすぎて無駄にしてしまったり、そうした食品ロスをなくし、美味しく楽しく食べきることをテーマにしたクッキング教室が開かれました。今回はその模様をお伝えします。今回の親子クッキング教室のテーマは、食材を無駄にしないで食べきるためのレシピに挑戦です。夏休みの自由研究にもぴったりですよね。さあ、どんなお料理が出来上がるんでしょうか。楽しみです。杉並区と新渡戸文化短期大学との連携事業として行われたこの日の教室、集まったのは区内在住在学の小学生とその保護者12組です。年間520万トンにも及ぶ日本の食品ロス、国民1人当たりでは1日に 113g、 つまり茶碗1杯程度のご飯を毎日捨てていることになります。買いすぎない、作りすぎない、食べ残さない、この3つを実践して全体のおよそ半分を占める家庭からの食品ロスを減らしましょう。今回作るのは、食品ロスを防ぐためのさまざまな工夫が凝らされたこちらの3品。山田さんもお手伝いで参加してクッキングスタートです。まずはフレンチトーストを作ります。液が最後なくなるまでパンに染み込ませて、中心まで染み込むことが重要です。これでお店のようなフレンチトーストが作れます。日にちが経ち固くなってしまった食パンもフレンチトーストにすれば美味しくいただけます。牛乳って消費期限、安全に飲める期限が少ない、期間が少ないので、あーと半分残っちゃってるけども冷たく飲むのはなーとかね、なんかたくさん使えないかなっていう時にチーズを作るっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。で、今これ温めています。で、横に用意しているのは、これは何だと思う？お酢。あ、すごい、正解。沸騰直前まで加熱した牛乳にお酢を加えると、固形分と水分が分離しました。理科の実験のようですね。キッチンペーパーでこした固形分がカッテージチーズ、そして残った水分がホエーです。乳酸の働きで肉を柔らかくしたり、お菓子作りに使われたりと、さまざまな使い道があるホエー。カルシウムやビタミン、ミネラルなども豊富に含まれています。今回はトマトドリアに入れてまろやかな仕上がりにします。トマトドリアに入れる具材は、どれも野菜室や冷凍庫の隅で忘れられがちなものを選びました。玉ねぎは芯も捨てずに使っています。コーンも入れます。いい匂いね。しめじにコーン、ベーコン、トマトなどの具材を投入したら、先ほどのホエーを加えます。そして冷やご飯を加え、具材となじませたら、器に移し、チーズを盛り付け、オーブンで焼きます。キュウリってね、まあ、こんな風に木になってるんですけど、ここはちょっとお花がついてただけだから、ちょっと落とすだけで大丈夫。あとこっち側も、ここ苦いからってどうって落とさないで、この先だけで大丈夫。食品を無駄にしない知恵をいろいろ教えてもらいました。さあ、料理に挑戦です。酢を使って牛乳を分離させるなど、子どもも楽しくなるような工夫が凝らされたこの日のメニュー、親子で賑やかに調理が進みました。そして完成したのがこちら。夏場は早めに消費したい牛乳、固くなってしまったパンも、ひと手間かければ美味しく使い切ることができます。残った冷やご飯もドリアにすれば、美味しくいただけるだけでなく、いろいろな具材を活用できます。
容器の底や縁に残りがちなヨーグルトと味噌を混ぜてきゅうりを漬け込みました。夏にぴったりの爽やかな味わいです。ちょっとお味が気になりますね。いただきます。シャキシャキ。やっぱり発酵食品なので相性抜群ですね。漬物に本当最適だと思います。今日どうだった？楽しかった。結構優しかったので上手にできました。きゅうりも結構こう端っこの方多く切っちゃったりとかしてたんですけど、それもっとね、上手に野菜も無駄なく食べようと思いました。買いすぎちゃって腐らせてしまったりとかあるので、ちょっと冷凍したりとか意識してちょっとやっていこうかなって思いました。食品ロスに関しては先生はどのように思われていますか？子どもたちには今日お話ししましたけど、まずは食べ残さないっていうことを一番覚えてほしいかなというところです。お家の方たちには安いからといって大量に買ったりしないで使い切れる量を購入するとか、もし買ってしまったら今日のように無駄にしないお料理にして召し上がっていただくっていうところがとっても大事だと思います。3つのお料理すべてに食品ロスを防ぐコツが盛り込まれていましたよね。それぞれのご家庭でちょっとした一工夫、一手間を施すことで食品ロスを抑えることができます。私も今日から取り組んでみようと思います。今回示された知恵と工夫は他にもいろいろな料理に応用できそうですね。さあ、買いすぎず、作りすぎず、そして食べ残さないを合言葉に、美味しく楽しく食品ロス削減に取り組みましょう。